こんにちは、スクです。 The Beautiful Dream だったかな、タイトルちょっと忘れちゃったけど、ゲームやっていきます。中国のなんか ファンタジー的な感じなのかな。 Press to start。 Seeking、 探してるとかそういうこと。横に移動すればいいのかな。プレス&ホールドオン。ザグラスとゲット、ゲットイッツカラー。なんだろう、すげえ動く。とりあえずどんどん右に進んでいくよ。なんか鳥がいる。あんまり関係ないのかな。水だ。あ、長押ししたらゲットしたぞ、何か。よくわかんないけど。え、じゃあ鳥も長押し？違う。もう葉っぱ流し？違う。あ、これ以上こっち行けないな。木。クリック here to get the hint。あ、右上にヒントがあるよってこと。あ、俺迷ってんのね、完全に。あ、緑もゲット。おお、鳥が木に寄ってきた。ここ、ここ。なんだろう。でも触っても何にもなんないな。多分ここの中に入れってことなのかな。あ、ここが光ってる。ここの葉っぱを触りなってことか。あ、緑になった、葉っぱが。Explore the garden to find more usable color。 もっと色を使えってことか、この庭に。そうは言ってもね。まあ、あと木でしょ。やったね。これでもうほぼほぼいいんじゃないの？で、カラービルビーはキーかな？キートゥーザワールド。カラーはあなたの鍵となりますみたいな。あなたの世界の鍵となります。じゃあ、ここか。おお。壁の色が変わった。なるほど。なんか色鮮やかなものをタップしてって、それで世界の、おお、綺麗。それで世界の色をどんどん変えていくと進めるんだね。ライトオブスプリン、あ、早いっす。ちょっと動画で見てる人は一時停止して読んで。とりあえず右行くか。右、行けない、あ、歩けた、行けた。そこ船は？船。タップできないか。この金色もタップできないな。じゃあ竹の緑。アップできないな。あ、この霧の白。ゲットしたよ、霧の白。お、なんか、ピンクの鹿みたいな、獅子神様みたいなやつが何かがいる。触れないな。木の折れてダメか。次、オレンジゲットしろみたいなことじゃないの？木のオレンジじゃダメなのか。じゃあ左に戻るか。なんか右上にさ、不思議な、あ、この木の色かな。違うの。水の色か。もしくは火の色。火の色？じゃあ水の色。違うのか。じゃあ空の色？雲の色。違うか。え、この葉っぱ違うの？この。しだれ的な。船の人は違う。太陽。だってなんかオレンジ色ゲットしろみたいなことじゃないの、これ。あ、え、葉っぱ。なんだろう。でも葉っぱがなんか点滅するよね。灯籠か。 The lamp can store your color。
ランプはあなたの色を灯すみたいな。で、この葉っぱ。え、違う。わかんないよ。急に難しいぞ、二面。触れるものがわかんなくなってきた。おお、緑。緑だった。緑触った。もう触れなそうだな。こっち戻って。触れるものがないな。葉っぱでよかったんだ。緑を貯めて葉っぱを緑にしたのか。でまたなんか色を貯めなくちゃいけないんだな、きっと。何の色をもらおうか。なんだろうな、また何がゲットできるのか分かんなくなっちゃった。もう灯籠は関係ないでしょ。あ、灯籠だった。灯籠かい。わあ、すごい。一気に綺麗になった。で、また灯籠？違う。あ、短冊的な何かがあるぞ。パズルかな。合ってんのかな。だいぶ適当だけど、これ。違うな、これ。合ってそうだ。一回も間違いなかったぞ。あ、女の人になった。わあ。お辞儀した。あ、消えた。獅子神様がいなくなった。右に進めるか。これもいいんでしょ。灯籠さらにゲット。これさ、灯籠長押ししたらさ、いやいや、違う違うみたいな。あ、もう、あれ？あ、もう、言ってくんない。灯籠長押ししたら、いや、これ違うねみたいな。あ、言った。あ、もう、これはもうええねんみたいな。右行くか。いや、行けないのか。またなんか貯めて、向こう側に行く。あ、行った。右でいいんかい。で、スタート。この葉っぱ吸収できない。吸収できそうなところ一瞬うにゃーってこう赤く光るんだよ。あ、ここ渡れなくない？渡れない。日の光もダメだな。あ、向こうの霧は？霧。この霧、ダメ？じゃあこの山。山は？ダメか。日の光。違う。水。どうしたらいいんだろう。おお、なんだなんだ。花か、花だった。うわー、むず。で、この花を。この花をどうする？どうします？ヒント見よう。見てもわからない。花を散らして、
木行った。雲だ、雲。白い雲。あ、乗った。うわぁ、仙人だ。わ、赤が溜まった。雲に乗って赤をゲットしたんだね。もう雲乗れないのかな？あ、もう乗れないっぽい。あ、で、この赤で、この魚とリンクできるのか。そういうわけじゃないのか。あ、わかった。赤で、こっちこっちこっち。赤で、ほら、なるほどね。この花を魚に見立てるんだ。おー、なるほど。なるほど、なるほど。赤のパワーで白い花びらを赤い魚に変えたんだね。おー、やったぜ。ディスクライ、うん、ごめん、全く読めないわ。あ、船に乗れる。船乗ろう。イェーイ。立ち乗り。イェーイ。こっち行けんのかな、もう。行こう行こう。やったね。レス、トゥースタート。英語全然読めないんだけど、パートレイト、ポートレイトか。グリムプスオブザレイクアンド、あ、今のところの話かな。まあ、いっか。で、次も、またじゃあ、おお、壺終わっちゃった、長押ししたら。ごめんなさい。あー、なんかすげえ一気に上行っちゃう。ちょっと待って、こっち行きたい。あれ、ゲットできないな。上行っちゃう。これ緑ゲットできないかな。できないか。目の前まで行かないとね、どうやらゲットできないっぽい。そこら辺ちゃんとしてるっぽい。あ、どんどん上行ける。ここなんかあるな。ここに緑は置けないな。いやいや、ちゃうねんって言ってる。何かを多分緑にしたいんだと思うんだけど。ああ、この壁のところに緑をあげればいいのかな。はい、緑。よし。そしたら、他になんか色のパワーがありそうなやつなんだろう。こっちは割れた。ここ割れないな。水色、あ、水、水いこうか、水。きっと水をゲットできるはず。やった！水ゲット。で、下戻って、パソコン壁に水をあげよう。水のパワーを。はい。オッケーオッケー。目の前まで行かなくちゃいけない。これ回せんのかな？回せやしない。で、もう一回上行って、で、今度赤い花があるから、あれをタップして赤のパワーをゲットだ。よし。やった。誰かに俺お辞儀してる。で、どこ行けばいいんだろう。上行こうか。上かな。どこ行くんだ。あ、ここなんか光ってるわ。ここもう一回タップするのか。わあ、開いた。Move left and right to control なんとか。Click the butterfly button on the upper left corner。女の人。あ、なんか。梅、小梅ちゃんみたいな、なんか、あの飴のパッケージのやつみたいな。これを、こうして、こう、今すっごい指をぐーって動かしてる。とにかくなんか、横にスライドすればなんか動くみたいな、そんなこと言ってた気がしたから。ちょっとうわーってやってるけど。いいのか、これで。
ああ、動いてきた、動いてきた。よし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 。あれ、あれ、あれ、ここら辺で止めとかないとダメじゃん。こうか。で、あれ、違う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 。お前じゃない。お前はもう完成なんだよ。え、どうすんのこの青にしかなんないんだけど、違う違う、切り替えたい。だって切り替えんのこれ。切り替えたい。ああ、わかった。こう右か。あ、じゃあ左か。左をタップ。で、これも横にぐにょーんって、ぐにょーんって伸ばしていくと、うーんって伸びていって。にゅ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 。うにゅ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 。お、来た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 。おにゅ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 。こんぐらいか、こん。こんぐらいかな。次赤いこう。にゅ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 。にゅ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 。お、すごい。水滴のあれみたいになってたの、今。雫みたいになった。あ、来た来た来た。はみ出しちゃったけど、最終的にはなんか赤ビニョーンって飛び出てたけどおー、美しい。そんな水に浸かってたら寒いよ。男の人の心の中みたいな感じなのかな。女の人をなんか探し求めてるみたいな。灯籠は怪しい。あ、ちゃいますねみたいな。灯籠じゃなかった。色のパワー、これかな。あ、うん、これかな。違うな。真ん前まで行かないと判定してくれないからね。灯籠戻ってきちゃった。違うのか。ん？じゃあもう触れるの、やっぱあの変なツールしかないな。あ、乗れない。触れない。あ、おおおお、なんだ。何かを触った。わかんないけど。水面を触ったんだけど、今水ね、水に映った月を。そしたら白くなった。月夜が輝くってことか。で、この赤をいただいた。で、赤をあのイカダにあげた。乗れる。で、緑をいただいた。おお。で、乗っていこう。立ち乗り。あ、影になって女の人が進んでったぞ。反対の世界にいる。なんだなんだ、花。おお。おお。リビング？リバー的なリビング？わかんない。